はい、どうもプロなんです。やっほー。ということで急遽動画つけてるんですけど、マッチングアプリかなりやってて、まあそのね、最初は YouTube の案件でやり始めたんですけど、実際に本当に出会えるアプリはめちゃめちゃ出会えるんですよ、マッチングで。で、僕は普通に違うさ、コラボ動画とかでも一般人女性出してるじゃないですか。普通になんか検証してみたみたいな、あれも全部マッチングで出会ってるんですね、実は。はい、それで仲良くなって動画出てくれないかみたいなお願いしてて、だから結構その、まあ、いやらしい話になっちゃうのかもしれないですけど、協力してくれる女性がすげえ多いんですよ。それも全部マッチングで、仲良くなったっていうところなんですけど、その中で結構利用してるのがハッピーメールで、ハッピーメールやってたんですけど、で、バーっと見てて、で、YouTube こうやってやってるから、まあ、おかげさまで登録者70万人で、まあ、総再生数も4億再生ぐらいあるんですけど、やっぱいろんな人から、まあ、全然関係ない内容が来るんですよ。で、前、マッチングアプリの、その動画作って、そのデート動画と、動画アップした後に、前に付き合ってた元カノから連絡来たりとかしてたんですね。いろんな、女友達からも来たりするんですけど、元カノからも来て、私もそのマッチングアプリやってるよっていう、ほんとそれだけの一言があって、何やってたか分かんないですよ。いっぱいあるじゃないですか。で、分かんなくて、で、ちょうど、本当に、今、昨日なんですけど、昨日だからちょっと幸運が冷めやんでてね、動画できてなかったんですけど、ほら、ハッピーメールやってんのよ、元カノが。マジで、俺は本当に。で、ちょっとハッピーメールって名前出してなかったんだけど、まあ、私もマッチングやってるよっていう LINE に来て、で、元気みたいなね、やり取りしてて、まあ、もうほんと2、3分で終わったんですよ、LINE のやり取りは。で、そっからもう結構月日経って、4ヶ月ぐらい経ってる。連絡取ったら、ほんとなんですよ。ちょっと見せられないんですけど、まあ、こうやってね、いろいろ、ね、掲示板で、こういうのあって、これすごいね、かなって言うんですけど、で、東京都住んでるらしいんですよ。はい。で、連絡して、で、まあ、面白いなと思ったんで、動画撮らせてくれていいみたいなこと言ったら、いいよって来たんで、はい。実際ね、まあ、来週ぐらいかな。来週だと思うんですけど、本当会いたいと思います。はい。これはすげえ、マッチング動画になるぞ、これ。やばいね。マジで緊張しますもん。LINE で4ヶ月前に1回、ちょっと LINE したぐらいなんで、もう、はい。3年ぐらい会ってないんで、ちょっとすげえ楽しみです。ってことで、やっていきたいと思います。はい、どうもー、プロダンです。ってことで、冒頭で、やりとりあった通り、4年ぶりに、リアルに元カノと会うことになりました。YouTube 始めて、過去最高にわけわかんない気分なんですけど、はい。ってことで、お久しぶりです。はい。はい。あ、かなさんです。っていうか、なんで俺が紹介してるんだ。はい。はい、お久しぶりです。はい。言うて知ってた？あ、いつも見てます。見てます。敬語じゃなくていいんですけど。ケンちゃん、昔と比べて、動画ではすごい明るくなったよね。ありがとうございます。じゃあ、本名やめてるので、しかもあだ名だから。ってことで、まあかなさんにはね、ちょっと、許可取ったんで、モザイクありってことで、今日は、なんかすげえ不思議な気分なんだけど、ちょっと俺の思い出のデートコースということでいいかな。はい、まあ動画だから、うん、気にしないで。分かってるでしょ、一応分かってるでしょ、一応もう仕事もさ、仕事の必要の俺と、その仕事じゃない時のプライベートの俺も、うん、まあ合わせりゃいいから。はい、ということでちょっとわけわかんない感じですけど、やっていきたいと思います。今彼氏いんの？あ、半年前に別れて。あ、半年前に別れたんだ。俺と別れたのあれ4年前じゃん、リアルに。だって今28だから20、20、あ、3年前ぐらいか。
20、そう、俺がその YouTube やるかやらないかぐらいで別れたから、多分3年前なのよ。そこから何人ぐらい付き合ったの？3人かな。ああなるほど、聞きたくねえ。すげえ、これ編集するのやだな俺。なるほどね。なんで別れちゃったの？その前の彼氏は臭かったから。臭かった、大衆の問題。あー、まあ言うて俺いい匂いだからね。うん、よかったです。ぶっちゃけた話さ、誰が一番うまかった、あの彼氏の中で。2人目かな。あの言うて、ここあのデートする前にいろいろめっちゃ考えてて、まあいろんなこと考えたんだけど、もちろん。で、初めてさ、デートした場所覚えてる？新宿御苑。正解です。よく覚えてるんだよ。覚えてたちょっと懐かしのデートっていうことで、新宿御苑歩きたいと思います。なんかすげえ不思議な気持ちだね。気まずい。カナは分かんないかもしれないけど、俺多分過去一やりにくい。いや、社会人時代思い出すわ。完成ね。でもあんま変わってないね、私。そうかな。ケンちゃんはちょっとムキムキになって、いや、だから動画撮ってっか。そう、そう、筋トレして。そうなんですよ。ええ、ちょっと会話続かないんでカットします。そうそう。久々だね。僕久々っていうか、もうすっごいわ、わっきわかんないわ。あの時天気覚えてる？何だったか。なんだっけ、晴れ。そうそう、まあ晴れだった。晴れ、晴れでトイレをすげえ行きたくて、俺がめっちゃ探してたっていう。で、なんか新宿御苑なんか池があるんだけど、そこでスケッチ描いてる人がいて、覚えてない。あれ覚えてないやつ、それちょっと記憶に。いや、全然そうだよ、4年前だもんね。キャッチボールすげえ憧れてた俺。したことないじゃん、彼女とキャッチボールっていうのしたことないんで。せっかくだから、あの時さ、ギクシャクして別れてた、言うて。ギクシャクでもないけど、俺がただメンヘラになって別れたんだけど、思ってたことを言い合おうっていう、もう時効じゃん。あの時思ってたこと、それをちょっと言い合ってキャッチボールするっていう、やってみたかったから、いい。じゃあ、言うわ。お前が寝てる時、いつもこっそり顔にキスしてた。いつも寝てる時無意識に鼻くそほじるの嫌だった。お前が昔使ってたシャンプー今でも使ってるよ。それはちょっとキモい。4年前に思い出に撮った写真、今でも俺のデスクトップに保存してる。私は別れる前日に消したよ。今日はありがとう。なんかこの後予定なんでしょ。あ、そう、そうなの。いや、少ない時間ありがとうございます。いや、でもなんかまた4年ぶりにこうやってなんか会えるのはすげえ、ね、ちょいちょい動画でも言ってたからさ、別にネタにしてたわけじゃないんだけど、ちょっと言ってたから、まさかこうやって会えるとは思えなかった。いや、いい思い出でした、本当。ありがとうございます。まあ、なんだろうな、まあ言いづらいっちゃ言いづらいんだけど、
まあ正直やり直したいって気持ちはちょっとあるのよ、普通に。うん、いやまあ冗談冗談っていうか、まあちょっとほんと正直あって、でもお互い仕事の関係上もまあ言うて無理じゃん、無理なの分かってるから、まあなんかちょっと一つだけお願い聞いてほしいなと思って。あ、私にできることで、あれは。ああ、嘘。いい。いいよ。変わってないのいいことだけど、あんまなんかそのカップルしてこなかったじゃん。まあデートとかも行くし、一緒に食事も行くけど、そのなんて言うんだろう、イチャイチャするっていうか、だからその付き合った時もまあ1年ちょっと付き合ったと思うけど、キスもあんましてなかったじゃん。キスをしてくれないかなっていう。なんで私がキスしなかったかわかる？いや、わかんない。ケンちゃん下手だから。ハマーとってめっちゃ痛いし。から面白いかなと思って。あ。こういう。いや。もっと。